ウラジービル・プーチンと会談するアレクサンドル・フロポーニン。アレクサンドル・ゲンナジエビチ・フロポーニンは、ロシアの実業家、政治家。ロシア連邦副首相兼北カフカース、連邦管区大統領全権代表。スリランカのコロンボ出身。財政学の学位を有する。ノリリスク・ニッケル社取締役会長を経て、2001年、タイミル自治官区知事に就任する。 選挙戦は同じく実業家のアレクサンドル・ウスとの間に行われ48%を獲得し当選した。2002年、アレクサンドル・レイベージクラスのヤルスク地方知事が自己死すると公認のクラスのヤルスク地方知事に2002年10月から就任する。2002年週刊誌、エキスパートマガジンでパーソン・オブ・ザ・イヤーに選ばれている。二千十年一月十九日、 ドミートリー・メドベージェフ大統領によって南部連邦管区から分離、新設された北カフカース連邦管区の大統領全権代表に任命された。合わせてロシア連邦政府副首相にも任命された。2012年5月21日、ドミートリー・メドベージェフ内閣でも留任した。2014年5月12日に北カフカース大統領全権代表を退任。 ありがとうございます。